提出者から趣旨の説明を求めます。委員長、森島正君。森島君。ただいま議題となりました決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨を、ご説明申し上げます。案文の朗読により趣旨の説明に変えさせていただきます。地方議会における多様な人材の確保及び地方議会のオンライン開催に関する件、政府は地方自治法の一部を改正する法律の施行にあたり、次の事項に十分配慮すべきである。1、地方議会の議員個人による請負いに関する規制の緩和については、議員の職務執行の公正、適正を損なうこととならないよう、改正趣旨の周知徹底と合わせ、各地方公共団体において、議員個人による請負いの状況の透明性を確保するための対応について、必要に応じて適切な助言を行うようにすること。2、地方公共団体の議会の議員の選挙について、多様な人材の議会への参画につながるよう、地方制度調査会の答申や、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の趣旨等を踏まえ、引き続き立候補環境の整備に取り組むこと。3、地方議会におけるオンラインによる委員会の開催状況や、開催上の課題等を踏まえ、オンラインによる委員会の円滑な開催に資するよう、各地方公共団体に対して必要な助言を行うよう努めること。4、地方議会におけるオンラインによる本会議の開催について、国会における今後の取り扱いのほか、オンラインによる委員会の開催状況や開催上の課題等を踏まえ、丁寧に検討を進めること。右、決議する。以上であります。何卒委員閣議のご賛同をお願い申し上げます。以上で趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって本動議のとおり、地方議会における多様な人材の確保及び地方議会のオンラインの開催に関する件を本委員会の決議とすることに決しました。この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。はい、松本総務大臣。ただいま、ご決議にありました事項につきましては、そのご趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。お諮りいたします。ただいまの決議についての議長に対する報告および関係当局のへの参考送付の手続きにつきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は広報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。